前進者は日本の出版社。前進者級本社後前進者は東京都江戸川区松江市の12の7に本社を置く日本の出版社。法人格のない任意団体。革命的共産主義者同盟全国委員会の出版部門であり、同会の公然拠点である。ミドルコアの同人サークル名でコミックマーケットに出展経験がある。本社は 江戸川区松江の都営バス、京葉交差点バス停付近に存在し、日本各地に支社、支局を置く。中核派中央派の拠点拠点であることから、年に数回警視庁公安部による家宅捜索を受けている。周囲を高い塀で囲い、正面の入り口は鉄板で封鎖されている。家宅捜索の際には、警察がその鉄板をエンジンカッターで破壊して、中へ入ることもある。 公安調査庁によると、東京本社にはおよそ80人の活動家が居住しているとされる。周辺の駐車場には行動確認のため、公安捜査員が乗り込んだキャンピングカーが駐車されている。かつては、豊島区千早に存在しており、その鉄筋コンクリート5階建ての異様から、楠木正重の居場になぞらえて、千早城の異名を取った。豊島区の前進者は、 国際工業に活動避念室のために売却され、比較的地価の安い江戸川区へ移転した。敵対する角丸派から袋派と別称されるのは地派や移転以前に豊島区東池袋にあったためである。いずれも中核派中央派の帰還支支である。括弧内は最寄駅等。ありがとうございます。